皆さんこんにちは。今日もウイレアプリの動画を始めていきましょう。今回の動画では、将来的にウイレアプリの方からいなくなる選手の方を何人か紹介していこうかなと思っています。今回紹介する選手は主に2つに分かれていて、1つが早ければ1月30日木曜日のメンテナンスにもう獲得できなくなってしまう選手と、ウイレアプリ2020のうちではまだ使えるけど2021ではいなくなる可能性が高いという選手の紹介動画になります。それでは早速紹介していきます。まず1人目が元イタリア代表のダニエレ・デロッシ選手になります。2001年から18年間プレーしたローマを昨シーズンで離れ、アルゼンチンのボカジュニオルズに移籍してきました。ボカジュニオルズでは2020年6月までの契約の予定だったんですが、1月に怪我などの影響もあり、契約を半年早めての現役引退の方を発表しました。アルゼンチンリーグはライブアップデート適用内なので、1月30日木曜日のメンテナンスにもデロッシ選手は今後獲得することができなくなってしまうかもしれない選手となっています。もしデロッシ選手を使いたくてまだウイレアプリでゲットしていないという方は、今週中に獲得するのをお勧めいたします。それでは次の選手いきます。2人目はセビージャに所属しているバネガ選手になります。バレンシアやインテルでプレーをしてきた元アルゼンチン代表の選手で、現在はセビージャに所属しています。インテル所属だったウイレアプリ2017では黒玉で搭載されていた選手でした。今シーズン限りでセビージャとの契約が満了となるバネガ選手は、来シーズンからサウジアラビアでプレーすることが決定しました。サウジアラビアのアルシャバーブというチームで、ACL 2020への出場権は得ていないチームっていうことなので、ウイレアプリ2021では搭載されないことがほぼ確実かなと思っています。ただ移籍するのは夏になってからということなので、一旦ウイレアプリ2020内ではいなくならないんじゃないかなと思っています。ただ、2021ではほぼ間違いなくいなくなるんじゃないかなと思っています。それでは次の選手いきます。3人目はこちらのセビージャに所属しているハビエル・エルナンデス選手になります。ハビエル・エルナンデス選手はこれまでマンチェスター・ユナイテッドやバイアー・レバークーゼンなどでプレーをしてきて、今シーズンからセビージャに3年契約で移籍してきたんですが、活躍することができずにわずか半年間でクラブを退団し、アメリカのロサンゼルス・ギャラクシーに移籍することが発表されました。ロサンゼルス・ギャラクシーはイブラヒオビッチ選手がいたクラブで、エルナンデス選手を後釜として獲得した模様となっています。すでにもう移籍の方をしているので、次のライブアップデートでウイレアプリからいなくなる可能性も高いんじゃないかなと思っています。マンチェスター・ユナイテッドのスーパーサブの時代とか結構好きだったんですが、残念ながらウイレアプリの方からはいなくなってしまうんじゃないかなと思っています。それでは次の選手いきます。4人目は鹿島アントラーズに所属していたセルジーニョ選手になります。セルジーニョ選手はウイレアプリ内では11月に J リーグ FP で、さらに年末年始の J リーグ FP の方でも収録されていました。年末年始のクラブ J1MVP ですね。セルジーニョ選手は昨シーズン J1 でも33試合に出場し12ゴール2アシスト、アジアチャンピオンズリーグでも11試合で6ゴール決め、鹿島アントラーズの主力の選手としてプレーしていたんですが、先日まさかの中国の2部リーグへの移籍の方が発表されました。長春アタイというサッカーチームになります。中国スーパーリーグ1部リーグの方はウイレでは搭載されているんですが、2部リーグの方は搭載されていません。特にセルジーニョ選手の FP を持っているっていう方は捨てずに取っておいた方がまあいいんじゃないかなと思っています。それでは次の選手いきます。そして最後は同玉の選手でヘイニエル・カルバーヨ選手になります。ウイレアプリ内ではフラメンゴの所属で、令和の総合値は年齢が17歳と若く、総合値89まで上げることができます。年齢が17歳ながらフラメンゴのトップチームで14試合のリーグ戦に出場、リーグ戦で6ゴールを決め、チームの優勝に貢献しています。そしてその活躍が認められて、推定移籍金37億円でレアル・マドリードへの移籍の方が先日発表されました。なんですが、しばらくはレアル・マドリードの B チームでの出場ということになりそうです。
レアルの B チームは現在スペインのサンブリーグでの所属ってことになっているので、ライブアップデートでヘイニエル選手を獲得することができなくなってしまうんじゃないかなと思っています。もしドースカットとかを作っている方は、ぜひ、いなくなる前に獲得しておいた方がいいんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回はウィーアプリ内で獲得することができなくなってしまうかもしれない選手を5人紹介しました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。